セーフティーバント。ここは今井のフィールディングがうまかった。投手の背番号弾いた。ショートの川野、ここはナイスバックアップでした。これワンタッチしてるんで、そこからの切り返しというか、やっぱ今のでもちょっとバウンド変わるんですよね、あの天然芝、ね、今ここからサード方向にちょっとそうなんですよ、で跳ねないから、まあ、よくついてきましたね、ということを言ってましたけど、サード弾いた。中村武也、ここは弾いてしまいました。弾むかなっていうところで急にゴロになって、三遊間のゴロ、清宮さばきました。ここは落ち着いてしっかりアウト一つを取りました。打っていった、しかし詰まりました。おっとセカンドグラブして拾い直して、まあ、2回に続いて今日2度目ですね、先頭バッターがエラーでした。そうですね、なかなかこれはやっぱりバウンドを予測できない感じですよね。今弾いた瞬間口元がサードゴロ、二塁へ送球、一塁はセーフになりました。サードゴロ、5-4、3はセーフ。ここはアルカンタラなんとか残りました。